新宿だそうではな、この2階下宿してるんじゃ。そうですか。何しろ五郎さんはいい人ですからね。立派な青年じゃ。どうじゃ、まとめようか。そうですね。あ、そうするとちょうどお仲人した方が100組になりますよ。そうか、それはやるやる。 I mean,
お母さん、いい話があるのよ。なんだい？あのね、言わない。なんだ、言えよ。はい。なんだい、言えよ。 30年ぐらい前にはお母さんと一緒に散歩したことがあったっけな。<笑>そうだった、昔のことなど思い出しなすったりして。<笑>あの頃はお互いに元気だったな。お母さんのおでこにはよくニキビをこしらえていたっけな。<笑>あんない。<笑><笑>ああ、こらえか。<笑>とんど邪魔してしまいましたのね、私。座を外しましょうか。ああ、いやいや、苦しゅうない。うん、そっちもここへ来て聞こえよい。 ずいぶんお楽しみの話ですのね。ああ、そりゃあ楽しかったさ。まだわしの頭には黒いふさふさとした毛がたくさんあって。お父さん、えお父さん、いいじゃありませんの。私お聞きしたいわ。ああ、そうだろう。お父さん、まあいいって。お母さんが確か花子ぐらいだったかな。わしがそう、五郎さんぐらいだ。あ、五郎さんってば、 お母さん、ごまかしてずるいわ。お父さん、その先は？で、その、いい加減の会話しよう。いい年をしてみっともない。あなたはすぐ調子になるからいけません。はいはい、お調子者ですみません。<笑><笑>冗談でなくね、お父さん。花子と五郎さんのこといつまでも婚約のままにしておくわけにいきませんよ。まあそう慌てなさんな。 婚約時代が一番楽しいもんだって。わしらの時代でもそうだったじゃないか。<笑>あら、ごちそうさま。<笑>冗談ばっかりおっしゃった、お父さん。だけどそんな大きなことばかり言ってられませんよ。花子も五郎君と適当に青春時代を楽しんであるよ。それでいいんだ。そういう時代があっていいんだよ。それが長いほどいいものだ。<笑>まあまあ慌てずに、年でも明けて あったかくなってから式を挙げるんだな。お母さん。おお、ご本尊のお帰りだ。どこ行ってたんだろう。そりゃ決まってますわ。<笑><笑>
出しましょうか。花子さん、しっかりしなきゃダメよ。何を？結婚のこと。結婚？うん。あとで話してあげるわね、きっとよ。お父さん。ん？何だい？お父さんの愛国行進曲ね。ところどころおかしいわよ。おかしいもんか。立派なもんじゃないか。じゃあ歌ってごらんなさい。よし。宮と海の空けて。だろ？そうそう。それでいいんじゃない？そこまではいいのよ。その次がおかしいのよ。翌日高く輝けば天地の世紀はずらずとこりゃほらそのこりゃなんか言っちゃダメえそんなこと言ったかい今言ったじゃないのそうかな天地の世紀はずらずとこりゃああそうか教えてあげましょうかいえようございますよ五郎さんに教えてもらいますからね知らないおお、部隊長。ああ、いけませんね。え？特殊電話がしちゃ。姉さん。ねえ、お姉さん、さっきのお話って何？あのね、結婚式がだいぶ手間取るの？手間取るって？お父さんが、婚約時代が一番楽しい時だから長い方がいい。結婚式慌てずに来年の春でいいよって。そう？お父さん、女のんきなこと言ってんの、うん、自分たちの時もそうだったなんて言ってらしたわ。うん、時代が違うのにね。花子さん、しっかりしなきゃダメよ。何か新手でお父さんを攻撃しなきゃ。そうね。ねえ、お姉さん、力を貸してね。頼むわ。聞きましたよ。お母さん。ね、お調子者でしょ。だから、おだてればきっと大丈夫ですよ。何が大丈夫なんだい？いいえ、なんでもありませんよ。ね、お父さん。おお、いいったろ。やりますよ。さ。着きましたよ。お灸なんてもな、当てると思ったらいかんよ。それじゃあ体に効かん。じっとくる暑さをぐっとこらえるところに、なんても言えんいいところがあってね。そうですね。うん、つまり腹だね。ああ、万事腹だよ。ぐっと、最下丹田に力を入れれば、呼吸の熱さぐらいに、熱いですか？うん、いや、熱ない。
気がいい。そうね。御門のうちにはバラの木を植えましょう。玄関の格子もがらり開ければ。おかえり遊ばせ。私たちの楽しかせい。口を閉まるも明るく暖かな海よいおうち。丘っては南虫衛星によろし明るい日差しに万能支度。今晩の数は何だい？今晩は私の煮付けよ。私たちの楽しかせい。おかずは何でも二人で迎えた楽しい夢。台所も書斎もみんなみんな見向きで。そうよ。やがて生まれる坊やのためにも南向きの暖かな窓まで。よおい、ちょっと待ってくれよ。そうどの部屋も南向きじゃ一顔なのでで。いや、構わないわ。 お部屋の一列米国時代おいでよ。全国の皆さんおはようございます。元気に体操いたしましょう。第一体操よ。させんなよ。ごめんなさい。あ、花子、今日は賞与もらうんだよ。そう？じゃあごちそうしてね。よし。じゃあお前は今日お父さんやお母さんから姉さんや舞台長坊や誘ってくるんだね。大丈夫？そんな賞与ってくれんの？くれるさ。何でもおごってやるよって言ってくるんだね。じゃあきっとね。うん、6時に会社が来てるから会社の脇で待ち合わせよ。何がおかしいんだよ。嫌なやつだな。お父さん、やっぱり偉いわ。先見
の命がある。どうして？お父さんの言った通りだわ。あなたは本当にいいご主人ね。てやんで当たり前さ、立派な夫さ。あら、あんまりうぬぼれちゃ嫌よ。あ、そうか。6時だよ。じゃあ行ってらっしゃい。もしもし。ああ、花子か。ねえ、私着物にしようかしら。うん、それとも洋服の方がいいかしら。あなたどちらの方がいい？着物がいいね。あの紺のお召しさ。あ、あれ。あれがいいよ。ん？あ、そうだよ。ああ、僕あれ一番好きだよ。え？あ、よろしい。じゃあお父さん家早く行って。よろしい。はい、さよなら。あ、おい、そんなこと会社に電話するな、バカ。3ぶりになったね。当たり前よ。夫婦仲は？お父さん、聞くだけやぼよ。あ、そうか。さ、どうぞ。はい、どうぞ。お母さん。お母様どうぞ。お客様どうぞ。はい、ようこそいらっしゃいました。お父様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さて、皆様。ほいほい。今日は主人が、ゴロさんのことよ。断らなくたって分かってますよ。今日は主人が。分かったよ。何遍言えばいいんだよ。何遍言ってもいいでしょ。恐れ入りました。何遍でもして、聞いてあげますよ。聞いてあげますよ。すいません。今日は主人が。はいはい。小曜日だから、皆様をご馳走したいんで、6時きっかり。6時よ。皆様をお誘いして、会社の横に来て
ていただくようにとのことで花子はお使いに参りました。それはご親切なことで。いいえ、どういたしまして。どうぞご一緒においでくださいませ。はあ、お言葉ではございますがご遠慮いたしましょう。あら、いいのよ。今日は何でもゴルチバってんだか行きましょうよ。そんな時には二人で行くもんだよ。いいのよ。仲のいいとこ見せてあげるからいらっしゃいよ。それがつらい。いいじゃないの、お父さん。まあまあ、二人で行っといでよ。ね、お母さん。ええ、無駄遣いしない方がいいですよ。困ったな。じゃあ、姉さん来てよ。私、馬に蹴られたくないの。まあ、嫌な姉さん。それじゃ困るのよ。お父さん。ねえ、行きましょうよ。ねえ、行きましょうよ。いやじゃ、いやじゃよ、私はいやじゃ。行きましょう。やぼな親父になるのは。お父さんたら。あなたおばちゃん、僕は行ってあげるよ。舞台長来る？うん。行けません。舞台長お家にいましょう。ね。やだ、僕行くんだ。どこ行くんだい？しょうよ行くのか。軍事郵便です。どうもありがとう。お姉さん、お兄さんから軍事郵便よ。花子さん、これが私には最大の賞与よ。ごちそうさま。どういたしまして。じゃあ行ってきます。行ってきます。おい花子、行ってきますはないでしょ。さよならって言うんだよ。あ、そうか。じゃあ、さよなら。やだ、おばちゃん、坊や行くんだ。困ったね。坊や、お家でお留守番してるのね。やだ、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 やだ。おお、お大丈夫。お家大丈夫。ね、坊や、お家にいましょう。よし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 。よしよしよし。あ、おじいちゃんと一緒に行こう。しょうよ行こう。な。ああ、じゃあ、私も一つ、天下の形勢を見てくるかな。そうですね。よし。しょうよ、しょうよ、切符を切らせ願います。どちらまでです？どちらまでです？は、あの、しょうよまでです。いいえ、あの、丸の内です。やつらだ。ね、どうしたの？今度お飯で冷やかされちゃった。あら、じゃあさっきの電話みんな聞いてたの？そうなんだ。ごちそうしてよ。あ、お父さんたちは？それが来ないのよ。二人の邪魔しては悪いからって。あ、そう。それはよかった。どうして？実は翔也を国際でくれたんだよ。国際なの？うん。翔也も奥姉のご奉公なんだってさ。そうね。やっぱり無駄遣いしないようにね。うん、どうしよう。そうね。じゃあお父さんちってお茶漬け呼ばれましょうよ。あ、それがいいや。ほら、行くよ行くよ。さ、ついてこ、ついてこ。なんですね。おめでとうございます。いや、お元気ですな。いや、わいありません。娘のですよ。孫ができるんですよ。おお、早いもんですな。ああ、いや、全く。
ああ、これこそ何ですかな、2600年の赤ちゃんですかな。どうもこれは、まあ、怪我がなくてよかった。どうも。あれ、何じゃ。もういいかい。え、まだだよ。ゴロさん、どうしたんです。え、あ、お父さん。何をしているの。もういいかい。やってんですよ。何を。もういいかい。よし。あ、見つけた。花子。バカバカしい。何をしているんだ。ねえ、いい年をして人の親になるってものは、何じゃ、バカバカ。花子。花子。ああ、見つけた。見つかっちゃった。お父さんだよ。あ、そう。いらっしゃい。花子、何です。やがて親になろうっていうのに、国連もなんかして。いや、これには訳がある。訳があるのよ、お父さん。訳があってもおかしい。おかしくないわよ。おかしいよ。おかしいよ。あった。あった。じゃあ、なんだよ。いいこと。え、いいこと。なんだ。お父さん、あれを見てちょうだい。ほら、かくれんぼ積もり貯金。映画を見たつもり1円20銭、銀ブラをしたつもり3円か、ハイキングしたつもりが3円50銭、芝居見たつもりが5円。ほうほう。どう、お父さん、おかしくないでしょ。ほうほう、立派。ああ、立派。もういいかい。まだだよ。何をしていらっしゃるの。それがね、もういいかい。まだだよ。おじさん、もういいかい。まだだよ。おじさん、お姉さんの赤ちゃん。もういいかい、たらもういいかい。まだだよ、たらまだだよ。ねえ、おじさんったら、赤ちゃんまだ生まれないの。まだだよ、じゃない。もういいかい。呆れたわね、大人のくせにかくれんぼなんかして。それが、その、これには訳があるのだ。訳があってもおかしいわ。きっともかしかないよ。もういいかい。まだだよ。もういいかい。おかしいわ、たらおかしいわ。もういいかい、たらもういいかい。おかしいわ、たらおかしいわ。おかしい。もういいかい。おかしいわ、たらおかしいわ。おかいいかいったら、紛らわしい。おかしいわったらおかしいわ。おかいいかいったらおかいいかい。おかしいわったらおかしいわ。おかしいかいったらおかしいかい。あれ。おじさんったらいい年をしてかくれんぼなんておかしいわよ。何にも知らないでおかしくないわよ。おかしいわったらおかしいわ。おかしくないよ。あ、ちょっとちょっと。花子、ゴロさん。おかしいわったらおかしいわ。おかしくないったらおかしくない。おかしいわよ。おかしくないわよ。おかしいわよ。おかしくないわよ。何にも知らないで、へばっている。さあさあ、上がった上がった。おじさん。おお。あ、ちょこちょこ。どうだ、ちよこちゃん。ああ、そうか。かくれんぼしようよ。
今度ね。さようなら。さようなら。兄さん、姉さん、こんにちは。いらっしゃい。姉さん、おめでとうございます。どうもありがとう。姉さん、ちょっと口を開けてくださいな。え、ちょっと口を開けてよ。口開けんの？え、あー、赤ちゃん、こんにちは。どうだね、千代子ちゃん。かくれんぼとは立派だろ。そう、立派だわ。でも、もっと合理化しなくちゃいけないわね。名前言うな。だって二人きりなんでしょ、このうち。そりゃそうよ。だから行けないわよ。おじさんのお家は広いんだから、兄さんたちが一緒になるのよ。それで家賃も節約し、共同炊事で食事も経済。これこそ本当の新体制。えらい。立派。そうか。そうだったわね。へん、ちょっと。いいでしょ。よし。では急ぐじゃん。早速やろう。賛成。賛成。よし。ヨコちゃん、あんたは偉いよ。あ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。ああ、チビ連れてきたのか。ねえおじさん、こんな小さい犬だったら節約のお邪魔にはならないでしょ。何が無理なのこんな道。
それでも僕は太ってる。その代わり食べるも2人前。歩くと食べるは別問題。朝からむしゃむしゃ食べ通し。朝からテクテク歩き詰め。ここらでどうなさるの？ちょいとちょいと人増やす、み、まあ呆れた。グーいけません。グーダメ。グーいいえ。グーダメ。グーいいえ。グーいけません。ということになります。
日ここにめでたい隣組結婚式を挙行する運びになったのであります。隣組全員がお二人のお仲人であります。今や日本は真に至上時であります。この時にあたってかかる気持ちの良い結婚式が多くなりますことは実に嬉しいことであります。多くの娘さんが千代子さんのごとくどんどん少尉軍人の妻になられることを切望します。山田さん、どうぞ。あなた。なんだよ。何さん。なんだってば。あなた。なんだよ。何さん。なんだってば。そもそも、それ見ろ、何言うか忘れちゃってるじゃないか。わかりましたか。たまには、ああいうふうに喧嘩をしてくださいよ。喧嘩も仲のいい証拠ですからな。の。いや、僕の言うことみんなお父さんよ言っちゃったんですよ。そして私たちのように、目を増やせよ。どうか小宝舞台を作ってください。頑張ったもん。大変な発表ですぞ。日本とドイツとイタリーが三国同盟の締結をいたしました。できるわね。
さん、みっともないわよ。よし。男のくせに。何さ、みっともない。ひそこちゃん。はい。落ち着いて。なんでその助けなの。おじさん。なんだい。本が逆さまですよ。そっか。落ち着いて。落ち着いて。あんずるよか、うぬが安いというからね。大丈夫。大丈夫だ。大丈夫。しかし、それにしても長すぎるね。おじさん、大丈夫です。落ち着いた方がいいですよ。Thank you.
らせいたします。桜井五郎さんに分も高揚です。この度、我が社の桜井五郎君に名誉のお召しがありました。我々で盛大に送りましょう。では、皆さん行ってまいります。桜井五郎君、万歳！ちゃんとルチマンするのよ。ねえ、アリコちゃんね。あ、どうしたの？どうしたの？お父ちゃん。ん？ねえ、お父ちゃん。私、お父ちゃん何をさしてあげたらいいのかしら。何もしなくていいよ。だって、それじゃ私寂しいのよ。ねえ、お父ちゃんの喜ぶことなら何でもしてあげたいの。何でも嬉しいよ。お前のすることなら。な、坊や。じゃあ、あよちょちょ。はい。こいちょ。あよ、おじょじょ。はい。あよ、じょじょね。はい。あよ、おじょじょ。あよ、おじょじょ。ね、お父ちゃん。なんか無理言ってみない？それこそ無理だよ。そう？来てほしいんだけどな。ね、なんかない？あいよ、おじょじゅ、あいよ、おじょじゅ。なんでお前の好きなこと言えりゃいいんじゃないかね。そうね。よし、お父ちゃん、でんぐり返しするわ。1、2、の。さ。大変なお母ちゃんだね。
花子。